皆さんこんにちは。本日のカープライムヴィンテージタイムはヴィンテージだよ。ヴィンテージですね。こう年代物に並んでるもん。はい、そうですね。確かにヴィンテージですね。一つヴィンテージじゃないですけど、これはね、あのニューですけど、これが一だから、こっから始まってんじゃないトヨタって。あ、スポーツ、そうです ね、スポーツカーって、はいはい、ここからヨタ8から始まって、うん、で86ができて、で現在の86だよ、はいはい、業界でも土屋さんから始まって僕が来てこ こうですからね。あヴィンテージヴィンテージですね。俺がヴィンテージなんだ。めちゃくちゃヴィンテージ。正直もう僕までヴィンチです。ヴィンテージです。あ、そう。世の中からしたら、はいね、僕も51になるんで。51ですか。ヴィンテージです。相当ヴィンテージですね。だからヴィンテージタイムなんだよ、はい、あ、なるほど、そういうことですね。そうそうそう、はい、だから若いやつはこの番組出れない。なるほど、ね、はい、ということで、はい、谷口さんのヨタ8にナンバーがつきました。いやー、おめでとうございます。屈折、はい、8年10ヶ月。すごいね。長いですね、8年、はい、これはだけど、いつ手に入れたの。8年10ヶ月、9年前。あ、ちょうど9年前ですね。ね、ナンバーもゼッケンと一緒だよ、はい、あのこれグッドスマイルレーシングの代表のアキさんから譲っていただいたんですよ、うん、ですよね。なので、まあ、4番つけました。なるほど、はい、なるほどね、はい、うん、いい、素晴らしい、はい、いや僕初めて見ましたけど、うん、ちょっと早く見てみたいです。これは、うん、もうもともとボロボロだったんだよね。すごいボロボロだったね、はい、穴開いてたんだよ、はい、穴が床に、はいはい、アキさんがあの一応動くようにはテコ入れしてて、うん、エンジンとかもあのオルタネーターとかエアコンとかもなんかちゃんと動くようにはしてあったんですよ、うん、でもシャーシはもう腐ってて、うん、もうフレーム穴が開きまくってて、うん、なのであのこれまた大変なものに手出しちゃったなって感じでしたけど、うん、だけどさ、ここまでするのにいくらかかるの。だいぶで俺のがさ、うん、だいたい26年で1500万ぐらい、うん、あ、いろいろと僕に協力してくれる方がたくさんいたっていうのもあるんですけど、なんせパーツなんてない、ワンオフだ。いわゆる86だったら86用の足とか、なんか86の部品ってあるじゃないですか。ある。ヨタ8ってそういうのがないし、で僕はまたこれヨタ8の格好してるけどまるっきり別物じゃないですか。だからほぼなんかワンオフ的なものばっかなんで、はあ、お金かかりますよね。かかるよな。だからそのレストアの部分でも板金屋さんにすごく手を煩わせてもらったというか、うん、ただすごく協力してもらったんで、うん、比較的一般の方がやるよりは安く仕上がってると思うんですけど、はあ、それでも、多分今8900は言ってるだろうね。はい、はあ、いきますよ。いやだってこれだってさ、なんかやってんじゃん、マックス折り戸仕様。これはまあ、僕の新しいエアロパーツと、うん、サスペンションとタイヤぐらいなの、うん、タイヤホイールぐらいなんで、うん、比較的誰でもこれは同じ仕様にできる。なんかさりげないエアロがさ、はい、ね、これなんかケバくなくていいじゃん、このエアロ。ありがとうございます。ぜひ後でちょっとゆっくり見てください。そうね、はい、ヴィンテージタイムだからこれはさらっとでいいね。そうですね、うん、この2台いってみようかね。まずはやっぱこうさ、谷口のヨタ8見たいね。見たいです。これが、まあ、ほぼ初公開ですからね。すごい見たいです、はいはい、これあのブログとかいろいろなとこで写真は見てましたが、はい、生で見るの初めて。初めてなんか相当より写真で見るよりかっこいい。出ていい、なんかね、うん、出るでしょ。すごいオーラが出てる。いい、はい、いやオーラだよ。オーラ出てます。車からオーラ出てます。いやいいよ。まず、うん、うん、エアローなんて存在しないですよ、ヨタ8に。しない。それを今回ロケットバニーとか TRA 京都の三浦さんっていうのに、うん、このリップとこのサイドステップを、うん、作っていただいて、このね、そう思ったんだけど、このサイドステップが普通こんなのは作れないよね、うん、このセンス、ね、これはセンスだよね。いや、ワンオフだよ、はい、こっちからこう見てください。ワンオフ、当時のなんてカフェレーサー風なね、うんうん、当時の雰囲気をこう崩さずこのフェンダーの加工とかね、なんかさ、チンスポもさ、うん、なんか110サニーのさ、当時のあれですよね、 TS 仕様みたいな、はいはい、いいじゃん、雰囲気あって。いやもうかっこいい、なんか似合ってますよね。似合う。おお、おしゃれおしゃれ。後ろは、うん、後ろは何もしてないんですけど、前も後ろもバンパーレスにしたんですよ。ほう、本当はほう前も後ろもここに縦のポイッと、はいはい、ポイッバンパーというか、こんなのがポイッとついてるんですけど、スムージングしてるわけですね。それは穴埋めてます、そのネジ穴だけ、うんうん、バンパ
アレスで。じゃあかわいい。だってこういうダクトとかもついてないでしょ本当は。あ、それはあるんですよ。あるんだ。これはあるんですよ。あ、じゃあこれは室内の本当に風抜きみたいな。そうそうなんですよ。はい、え、これはすごい気になったの、これガラス、うん、これ作ったんでしょ。作ってないですよ。これノーマル？ノーマル。マジで？はい、ノーマル。ノーマルなんだ。綺麗綺麗綺麗。ゴムが綺麗。ゴムが。ね、これはこのままです。あ、そう、はい。このゴムも当時のまんま？あ、これ買ったな。いや、売れてんだ。買った買った。綺麗だもんだって。ヨタハチ同じクラブのあの方から、から、うん、譲ってもらったんだ。はい、そ、普通売ってないでしょもう。だってひび割れしてないもん。で、ガラスもだすごい綺麗、うん、綺麗。トランク可愛いよな。なんか入るんですかこれは。入らないです。いや、物は入んないと思うよ。入んないですよ、ね。バッグ2個ぐらい？あ、でもトランク。いやだけど可愛いじゃんこのトランク。はい、土屋さんみたい。何が？どこが？可愛いわ本当にさ、なんかいいじゃん、味があるよ。あ、おお、あんたんだよ。見てください見てください。あんた。燃料タンクあります。はい。すげえ見た目とは全然違う。これもさ、車検の時ってこっから何センチ以内とかって、そういうなんか詳しいこと分かんないです。分かんないね、うん、それは分かんないけど、ありますよね、はいはい、すげえ。いや、これ車検を取ったっていうのがすごい。いや、すげえ。これね、ドライ散布になってるんですよ、うん、エンジンが、だからオイルタンクがここに来てて、うん、すげえ。なぜドライ散布にしたかっていうとですね、うん、前を見てください。エンジンね、エンジン、はい、エンジン何、エンジンは、エンジンはエンジン何入ってる？あれですよ。4AG です。4AG。はい。ほう、あ、こっちだ、こっちだ。ほう。後ろ空きでね。おお、綺麗綺麗。そう、マスターバックついてんだねこれ。ああ、ついてるね。これが作って思ったんですけど、うん、いらないなってことが分かりました。いらないね。だから、ね、あ、そう。外しちゃおう。はい、外します、うん。いらない。外した方がかっこいいよ多分。うん。そうだし、ブレーキはちょっと過剰。あ、そう。なるほど。はい、この軽さで、うん、このブレーキキャリパーついてて。うん、いらないですねこの馬力装置。あ、そう、はい、へえ。これは、エンジンのベースとしては AE111 の、うん、いわゆる5バルブ、うん、を小泉紹介でハイカムハイコンプにしてもらって、うん、FCR キャブつけて、うん、でヨタ8のエンジンってすごいちっちゃいんで、うん、当然、うん、水平2気筒、うん、あのエンジンで、うん、4AG 持ってきたらちょっと入んないなっていうことで、うん、でドライオイルパンなくして、うんうん、ドライ散布にしてギリギリ入ってるんですけど。あ、そういうことし、はい、高さを下げるために。そうそう、必要で。タコ足すげえよ、ね、これタコ足、土屋さんのあれみたいですよ。あ、いや本当にタコだよこれ。これはパワークラフトってところでワンオフで作ってもらいまして、あ、マフラーもパワークラフトって入ってたもんね。そうそうん、この隙間を通せるようにもう原車合わせで、ああ、あの作ってもらって、既製品じゃね通らない。無理ですね、はい、これすごい、こんな本当本当タコですね。本当タコだよこれ。盗聴、かっこいい、すげえ、はい、はあ。馬力は土屋さんのほどは全然ないんですけど、190馬力仕様です、ね、ああ、すごいじゃん、はい、だけど車重が何キロ？車重がね、もともと570キロぐらいなんですけど、うん、今ね800キロになりましたね。ああ、じゃあやっぱり太っちゃったね。エンジン大きくなってミッション大きくなって、ね、ミッションがアルテッツァだっけ、アルテッツァの、うん、6速、6速ドグミッションで、うん、ドグミッション N プラスで使ってた、ドグミッションだから、うん、すごく気持ちよく入る、はあ、ほぼエンジンとミッションで重量が増しちゃった感じですね、うん、新車だわ。これはちょっとやばい、グッときますね。だよ、タイヤハウス、ここも、うん、加工してるでしょ。もう作っ、こんなんじゃないです、もっと狭い、うん、この辺なんですよタイヤハウスって、うん、ここまで広げて作って、うん、この辺だからもう完全にもうベースやり替えて、まあそうだよな、はい、まあだから フレームからいってるってことだね、はい、もう下回りは全部作り替えてます、うんうん、上だけヨタ8で下はもう別物です。へえ、なんか楽しそうだな。いや楽しいよこれ。え、この色にしたのは何か理由？これはね、たくさんいろいろ迷った挙句、うん、最初はこんなグレーにすごい積もったんですけど、うんうん、で最終的にああでもないこうでもないって僕の気持ちがコロ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 変わって、うんうん、最終的にこれって決めました、うん、何にもないんですけどベースの色が。これだって3号 GTR の色じゃねえの？そんなのありま、あ、もうちょいグレーのありますよね。ある、ね、あ、ステルスグレー、あ、それこっちに近いんじゃないですかね。いや、こっちに近い。あ、そう。サンゴが多分僕の方真似したんじゃないですかね。そうか、谷口の方が先なんだ。この色は間違いないですね。これ屋根取れるんですか？これ屋根取れます。あ、そう、はい、話、はい、マジかよ。
それだからこれがあの取れちゃうんで、うん、ボディ剛性はないです車として。ロールバーも入れてないし、最初ずっとあの RS ファインの河野さんがロールバーは絶対入れた方がいいと言ってたんですけど、うんうん、いやつけたくないなと思って、あの別にサーキット走るわけじゃないんで、そう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 、なんかこう車齢落ちに乗りたいじゃないですか、うん、だからなるべくいらない、つけたくないっつって。そんなさ、カットパス車じゃないんだから、はいはい、おしゃれに乗る車なんだから。そもそも8って、うん、あの5、60キロしか出ないような車ですからね。ちょっともともとがね、あのポン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 となんかタイヤもねすごく引っ込んでて、うん、これをまああの少しフェンダーをですね前後、まあ、広げて、かっこいいよ本当はね、これぐらい出てるんですよ、あの、うん、なんかこういうボディーワークからこれぐらいだけプリッと出てるんですけど、うんうん、それをまあこんだけ広げていいじゃん、さりげなく。これタイヤサイズ前後一緒ですか？一緒です。こちらさ、フロントのホイールがね、渡辺さんのホイールですけど、うん、14インチめちゃくちゃね、加工したんですよ、あのキャリパーを入れるために、うん、内側。キャリパーでかい。もう最初はもうここも1ミリもあるかどうかだったんで、うん、まあいろいろと渡辺さんに、うん、あ言ってやってもらいました。これホイールの加工は渡辺さんにお題してやってもらったの？まず渡辺さんのところに車を持ち込んで、うん、あの測ってもらって、うん、どれぐらいのが入るかを見てもらって、うん、でもやっぱり一応ホイールメーカーさんとしてはもっと引っ込んでるのを提案してたんですけど、うん、嫌だと、うん、もっ と, だともっともっともっ と, もっと、うん、なるべく深いのがいいだと出せと、あのっていうところで、これ懐かしくないですか、このアドバンネオ、ね、07ね、07レオバ、うん、懐かしい。これじゃあホイールもワンオークか。ワン、まあ多少加工してもらってるぐらいで、あの売ってるサイズ、サイズ的には売ってるんですけど、これ普通に開きます、うん、これこのこれもノーマル？ノーマル、うん、色を塗ってるだけ、うん、うわ、ちょっとエンジンの音を聞きたい、音を聞きたい、音、はい、かわいいじゃん。ちょっと渡辺さんすごいね。渡辺さんが、うん、あの僕全然面識なかったんですけど、うん、こんなんやってるっつったらあのメッセージくれて、うん、あの何だったら協力しますよって言ってくれて、うん、はあ、渡辺さん優しいね。いい音ですね。 4AG だ。ですね、いいね。メーターもかっこいい、うん、あメーターかっこいい、全部スタックですね。メーターかっこいいじゃん。ほう、レスポンスいいわ、最高だ。いや、いいね。これはシートがブリットさんの、うん、まあ、軽自動車用というかカプチーノとか、うん、そういうちっちゃい車用のシートを持ってきて、うん、あ、そう、はい、なんかちっちゃいんですよ、普通のバケットより。あ、うん、めっちゃいいわ。いや、雰囲気ある。いや、いいですね。めっちゃ雰囲気いいよ。これ内装の、内装のこの、うん、こういうカーペットとかはこれも全部、うん、あの作ったの内装屋さん、あの小林ファクトリーさんのところの、はいはい、うん、あのところであのやられた方が独立されて作った、うん、あの会社で、うん、まあ、いわゆる内装屋さん、あのスピーカー、オーディオやるようなところで、めっちゃいいね。あの、うん、ここら辺、ここら辺とか、うん、この後ろのボードとか、うんうん、このドアとか内装、アルカンターラ、ね、あれ全部めっちゃいいよ。普通のカーペットで、ね、天井と、うん、いや内装なかなかこれできないですよ。いいよ雰囲気が、うん、内装、うん、内装でだいぶ変わるもんね、うん、シンプルめに、うん、いいね、おしゃれ。エアコンなし、ヒーターなし、うん、いいのいいの、いらない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 、あ、いいの。オートバイに屋根がついてるだけですね。いらないです、いらないです。そりゃそうだ、うん、いいね、雰囲気がいいよ。まだできたばっかりなんで、うん、あの本当にナンバー取って、うん、まあ、初転がしやって、うん、まだこういうとこが不満だね、こういうとこ直さなきゃいけないところがあるんですけど、例えば、うん、スタビライザーがないんで、うん、あの
ちょっとロールが多いからバネレートばっかり今上がっちゃってて、うんうん、10キロ10キロなってるんですよ、うん、なのにタイヤフェンダー当たるとかいう感じだから、うん、今スタビをつけてくれと、うんうん、ファインに言っててスタビつけてバネレート下げたいなって今指示してるところで、うん、とかなんかブレーキがさっきも言ったようにあのマスターバックいらないなだったり、うんうん、あなるほどねいやいいよいいETC もついてる、うん、ついてるついてる ETC もついてる、ね、ETC ついてるよ、はい、いや可愛いわこのちびっこギャング感が、うん、土屋さんに合いそういいまあ ほんと盆栽ですけど、うん、いいどの車と比べても別に勝てる感じとかそういうなんか競う感じじゃないんですけどない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 、ね、まあこれはこれであの唯一無二のオリジナルあのなんでしょう僕の1台しかいないじゃないですか、うん、同じようなのがいないから、うん、まあこれはいいホビーだなっていう、うん、めっちゃいいわ、うん、かなるほどね、うん、ぜひ後でちょっと、うん、そうだね、はい、いや雰囲気いいよなかなか、うん乗るとね、もちろんやっぱりあの古い車ですから、うん、いやそれはしょうがないよ。古いんですけど、それはしょうがない。はい、えこれベースは昭和42年ぐらいだったかな。42年。はい、じゃあ54歳だ、うん。僕より年上。54歳だ。もともとは本当にヨタ8を譲ってもらった時に、うん、あのオリジナルのまま綺麗にレストアして乗るっていうタイプでもなかったんで、あのノーストレスで。高速道路とかで延故とかされても困るんで、うんうん、って言ったらファインの河野さんとはじゃあロードスターをドナーに、まあ、持ってきてアームとかエンジンとか一緒とか全然移植して、うんまあ、気軽にインジェクションで気軽に乗れるようにするっていうところが始まりだったんですけど、うんうん、ちょっとプランが途中から加速しまして、うん、だんだん谷口のカスタム病が出てきちゃったんだねやっぱりトヨタだから、うん、トヨタのエンジンがいいなっていうことと、うん、僕もともと86乗りだから、うん4AG がいいなと、ああトヨタのエンジンしようっつって、ああ 4AG を探してきてやったり、ああでもねああアームとかはロードスターを使ってるんで、あロードスターなんだ、うん、だからダブルウィッシュボーンとかなんですね。ああなるほどね。こだわってんだよ。え、はい、だったら10キロ10キロってそんなに硬くはないよね。そうダブルウィッシュボーンだからね。うん、ああそっか。普通でいうあのストラットの言う10キロほどはないですね。うんうんうん、そうだね。ただ車は軽いんで、うん、10キロもいらねえだろうと思うんですけど、うんうんうん。なるほどね。ナンバー4番ってのがやっぱいいですね。そうそうそう、ね、ミクだもんミク、ね、ナンバー4番ミクだよ。ちょ本当もともとミクのラッピングしちゃったんで。ああそっか。その時のナンバーは3000番だったんですけど、なんか、まあ、あのなんとなく僕がアキさんにこう、うん、譲ってもらったっていうところで。ああ4番ちょっと恩義を感じて4番で行こうと思って。ああ素晴らしい。いいね、はい、いいよ。味がある。なんかもう僕がこれできた時にもうかわいいなと思って。いやかわいい、ほんとかわいいわ味があるよ。よくね人にこれを何に使うのって言われるんですけど、うん、さあ確かに言わないです。いやもうおしゃれに買い物でしょ。買い物、うん、買い物おしゃれに買い物、はい、買い物、ね、助手席に詰めるものしかもう、うん、いやコンビニコンビ ニ、うん、スーパーは行かない。まあでもこれで買い物行って中から谷口が出てきたらびっくりしますよね。ニョキニョキって出てきたらね。これがねまあまあ低いんですよこれが、うん、低い、ね、うんうん、これ指ね、まあ、今ちょっと路面がちょっと傾斜してるから余計ですけど。いやだって俺んのがだってこんなこれだもん。土屋さんのほら雪道も走れるから全然問題ないです。雪道は車高を上げなきゃいけないの。雪道も走れるから間違えたの。問題ないですよ全然。どこでも走れちゃう。まあ俺んのはもう今までさ、はい、カープライムでいろいろ紹介してるから。土屋さん変更ないですよねもちろん最近。あでもちょっと変えた。半年に1回は変更するって言ってましたもんね。まあ式に応じて。あ式に応じてね。ちょっとね土屋さんの変更点。はい、なんとなく俺変更したのどっかは分かりますよ。外観はないよ。外観ないですよね。パッと見それは確認しました。エンジンルームが多分変更があると思います。変更がある、はい、いやだから谷口のタコ足ほどはすごくない。あ俺のは普通にあタコ足だなって。上がった。谷口のはタコだっていうことは。タコ足が変わったってこと。タコ足がグリーンになった。そんなものが色塗れるわけじゃない。ちょっと、はい、どうぞ、はいはい、いや軽いっすねこれ。軽い。絶対タコ足がグリーン。あれあれちょっと違ったな。何ちょっとレギュレーション違反じゃないですかこれ。いやそんなことないよ。これがレギュレーション違反じゃないですかこれ。いやこれは式に応じて色をちょっと変えてんの。だってこの間あとプーリーも変えてんの。これ
これ前はグリーンじゃなかったでしたっけ？それグリーンだよ。グリーンですよね。そうそう。これグリーンでしたよね。前はファンネルがグリーン。なんで変えたんですか、グリーンから？まあ、あの毎年少しずつなんか変えたいなっていうところでね。うん、グリーンの方が良かったのかな。いろいろあるんだよ。いろいろね、いろいろあるんですね。白、黒、グリーン、黄色とかさ。なるほど。もうその時の季節に応じて。なるほど。そうそうそう。エンジンマウント見てください。紫ですよ。そうそう。これはテックアートの雰囲気ですね。テックアートのエンジンマウント。テックアートの雰囲気ですね。そうそうそう。紫。間違いない。そうそうそう。確かに。オルタネーターは111の。あ、なんかね、オーバーホール品って言ってますね。そうそうそう。86でこんなんついてるのいます？ないね。ないですよ、うん、走りながらね変えるんですか。ダンパー変えるの。変えるんですね。そう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 。こんな感じになってるんだね、補強ですよね。それは補強だよ。これは補強、うん、これはこの上に1個板を置いてるからこんなことになってるってこと？いや、これは普通、あ、スポットだったらさ、1枚貼ってんのかな。スポットだったらこうじゃん。1枚貼ってんじゃないですか、うん、なんか1枚いるからこうなってるんだよね、貼ってんの。貼ってんすよ。ここ弱いんだよ、うん、ここノーマルだと S タイヤ履いて薄い時ガンガン走ると割れちゃうの、うん、だからバルクヘッドのとこもそうなんだけど、だからそういうところ、そうですよね。そうここね、キャタガム、車売る時ガム貼って色塗って、そう、はい、バルクヘッド割れたのを騙すためにねガムくっつけて、うん、まあだからこんな感じよ。あとは、はい、あとはね、乗ってみると分かると思う。なんかニヤニヤしますね。まあ、谷口も折り戸も乗って、あれ、うん、なんか前とちょっと違うなっていうのは分かると思う。ニヤニヤしますね。まあね、うん、まあ、見えないところをちょっとね。ああ、なんだろう、そんな。だからほら、セッティングを変えたんじゃないですか。谷口の車に比べれば俺のタコ足は控えめでしょ。そうですね。谷口の千田さん並みですね。こんな、そうそうそう、谷口のは谷口並みだけど、千田さんのは千田さん並みの感じですね。そうそう、控えめなね、うん、大人なタコ足だよね。ボロンっていうか、うん、谷口のはさ、うらうらタコってそう、これ今織田さんが一押しの、あ、そうそうそう、はい、バッテリーね、はい、バッテリーとヒューズね、はい、これしたら何がどうなる、何がいいですか。まあ、まず軽くなる、うん、あ、バッテリーがね軽い、うん、6キロぐらい軽くなると、軽くなる、あとは充電抵抗が減るんで、うん、すごいトルクが出やすくなる、うん、へ、うん、あ、つまりオルタネーターが、そうそう、オルタネーターの仕事量が減るんで、うんうん、あのオルタネーターの仕事量って言っても分かんない人多いと思うんですけど、うんうん、昔チャリンコで、うん、前タイヤにこうポンとこうダイナモこう倒して、うん、あれ使うの嫌だったでしょ、うん、重くなるからね。あれが車にもあるぞってことだよね。そうなんだよな。結構効果的なんですよ、うん、あのちっちゃい排気量のエンジンには。エンジン音聞いてみましょう。じゃあ、まあ、ファンネル変えたから音がちょっと変わるの。ファンネル変えるかね、普通。ファンネルの色変わって音変わんないでしょ。ファンネル色変えるかね、これ。お。ああ、なんか、普通の 4S とは違うね。違う。トルクがある音してる。吸い込みが。うん、すごい。谷口のかけてみようよ。いい音ですね。いい音ですね。でもなんかあれですね。全然違う音が。太い。すごい力強そう。はい、これ茶さんのは1850でしたっけ。1850 7AG。すごい太い音がする。そうだから 4AG の軽い音じゃん。谷内のは1600。そうで茶さんの1850。そうだから図太い音が、そうですね。でファンネルがだからこれ111101 111 11111、あ、同じベースは一緒ですね。ベース一緒、うん、で車重が谷口選手のが800キロ、うん、これが950。これって 7AG って言ったらカリーナ、何カリーナのクランクを使って、ブロック、あ、ブロック使ってストロークアップして、うん、あ、通な会話するな、うん、ね、カリーナねカリーナね、カリーナね、カリーナって懐かしい。商業車、あ、商業車のブロックなんだ。ああ、商
商業車のブロックに紫のエンジンマウントがついてる。今バカに入ってるね。バカにしてるだろお前。商業車のエンジンで聞くとなんかちょっとショックですね。なんか 7AG って聞くとなんかやってんなって感じしましたけど、ベースが商これキャリパーって何のキャリパーですか。え、キャリペン、キャリパーノーマルですか。キャリパーノーマルなんですか。十分十分、もう全然ノーマルでいけるいける、いける。ローターだけ変えて、ローター圧迫だけ、うん、だって車がさ、そんな軽いからさ、はい、そんなにブレーキいらない、うん、まあ確かにこうやって今の時代見るとちっちゃいですよね、ローターね。ちっちゃい、全然ちっちゃい、うん、チャーさんホイール隠れてるから全然わかんないですけど、うん、全然ちっちゃい、うん、あ、これはそれは、いや、これでさフェードするんだったら買えるよ、はい、うん、だけどキャリパー入れると重くなるじゃん。まあ土屋さんの人生ブレーキいらないですからね。バカなこと言ってんじゃねえよ。またね。ね、ここどうなってるのこれ、うん、カバーこれは売ってるの。テックアウトで売ってるの、作るの。売ってる、売ってる。いいでしょ。土屋さんとの緑のステッチ、うん、そうそうそう、いや、みんなここがひび割れちゃって、ね、割れちゃうの。これここまでそうですか。カバー、へえ、でステッチ緑、あちらさん違う、でエンジンブロックは商業車。商業車言うな。あ、カリーナね、カリーナ、カリーナ。このカロマットは特注なんですか、 ARTA プロジェクト。いや、昔売ってたやつ。昔、うん、もうない、もうない、もうない。昔売ってたの。へえ、そうそう、室内は変わってないよ。うん、これ GTV？ GTV です。もともとは GTV。あそこサイドブレーキのあれ見たら、もともとは GTV。ね、あれこれどうやってノーマルですか？ノーマルで。ノーマルですか？うん、なんか軽いな。一回あのカーボン入れたんだけど、はい、タイムが上がんなかったからノーマルに戻した。あ、これは、はい、まあ後で乗ってみて2人で、あ、ね、ちょっと違うから。ちょっと違うんですね、前とは。前とちょっと違うんですね。じゃあさん笑顔ですもんね。まあね、ちょっと違う。まずい、雨雲来た、早くやろう、はい、あ、じゃあこの新型今時の86、はい、GR86 マックスオリド仕様、まあ、これは、はい、あの本当にディーラーさんでも同じ仕様にできるっていうようなコンセプトで、今風の、うん、まあ、誰でもできる。で、あのエアロパーツは一応オリジナルで作って、エンジンはそのまんまで、エンジンノーマルです、はい、足とマフラーとエアロン、そうですね、はい、タイヤホイール、うん、はい、あとオリジナルのスロットルコンピューターが入ってるぐらいです。あ、そう、はい、かっこいい。いや、このね、うん、このさりげないエアロはいいよ。すごいかっこいい、これ、うん、大人のエアロだよ、うん、こ、まあ、リップは、うん、あのいつもと同じようにちょっと横を広げて、うん、このエンドフィンっていうのをつけて、はいはい、今回あとフロントのナンバープレート、うん、これはノーマルがここにあるんですね、本当は。おうおう、これ実はこのパーツも変えてるんですよ。おうおうおう、2センチぐらい前に伸ばして、うん、少しだけ角度をつけて、多分言われないと絶対わかんない、わかんない、わかんない。ちょうどあそこにね、なんかいるよね。サードさん来ましたね。サードさん、ここにつくってことでしょ。そう、本当はここにこう四角くなってて、うん、それこれがいいね。全然いい。いや、こっちの方がいい。これすごいいい、うん、こっちの方がいい、さりげなく。これはあのここのパーツ売ってるの？売ってます。それも両面テープで貼って、うん、ナンバープレートをネジで留めるだけなんで、うんうんうん、あ、簡単。簡単です。あ、ってことはこれ今引っ張ったら取れちゃうの？あ、いや、今ネジで止まってるんで、はい、ネジでね、はい、あと横はテープ、これノーマルが、うん、今回の GR86 がこのラインがすごい強烈で、うん、でここがすごい入っちゃってるんですね、うんうん、で、まあ、それを補うようにここは結構いろいろ考えたんですけど、ここら辺のボディが寂しいもんね。そうなんですよ、うんうん、まあ、だから これだけ見るとちょっとこうかなり出てるように見えるんですけど、うんうん、まあ、基本的には大体いつものパズルの上から見た時に、うん、純正のラインと合わせて、うん、サイドステップをここが一番悩みましたけど、うん、いや、綺麗だよ、いやらしくない。あとはトランクスポイラー、うん、いいじゃん、ダクテール、はい、これはノーマルと違うの？ノーマルと違います、うん、どう違うの？これポコッてこう上にはめてるだけですけど、ノーマルもうちょっと丸いんですよ。おとなしい。ノーマルはこの中に存在してるってこと？ノーマルの上に貼ってあるだけです、うん、あ、じゃあトランクをいじらなくていいんだ。はい、もうそのままこれも両面テープでポコッてつけてるあるだけなんで、ってことはそれ引っ張ったら取れるってこと？そう、簡単に言うとで、あとディフューザー、ディフューザーと、はいはいはい、今回この GR86 が結構バンパーがかなりナローにえぐられてるんで、はい、うん、ちょっと後ろから見るとタイヤが出過ぎなんで、う
このパートを作りました。ああなるほどね、はい、上までは持っていかなかったんだ。上までは持っていかなかったです。でマフラーは HK さんの車検対応マフラー、はいはいはい、このラッピング、うん、ラッピングをちょっとマットブラックに屋根、はい、ルーフとあとここですね、アーデさんって言ってたんですけど、これをやることによってちょっとこう重心が低く見えるっていうね。あ、見える、はい、これ赤だと結構重いんですよ。あ、そう、そうルーフがブラックになるだけで結構イメージ変わったんで、あ、これはこれでありかなみたいな、うん、変わるね、はい、あ、すごくいいですよ。そんな感じ、すごくいいよ、うん、まあ、あとホイールは今回19インチをチョイスしました。まあ、いい、あの普段あの僕らぐらいの年代の人でも乗れるぐらいの、うん、ちょっとこうカスタムさしようっていう感じでございます。音どんな音すんの？音はタコ足は？タコ足はノーマルです。じゃあマフラーだけ。ちょっと待ってくださいね。あとそうです。もう一つ。なんか書いてんの？はい、自分がありました。何書いてんの？まだこれバッテリーノーマルですが、バッテリーこんなでかいのついてるじゃんこれ、ね、今テスト中なんでゴールデンウィーク明けにバッテリーとヒュードはテストします。ちゃんと車種で測って。なるほどね。見てください、かっこよくないですかこれ。かっこいいかっこいい。オイルフィルター、うん、かっこいいかっこいい、はい、かっこいいじゃん。マックスオイルド3フィルター、ー、はい、これは繰り返し洗えて使えるんでエコです。土屋さんみたいにエロじゃないです、エコです。エロ、洗濯機の中から投げればいいのこれ。違います。トレーでブレイクリーナーで洗ってください。あ、なるほどね。まあ、あとちょっと今テスト中のスローコンが入ってますけど、はいはいはい、音はノーマルですよ。これ何、うん、これ何、これ、これアッパーマウントです。 ST っていう、これはノーマルもこう盛り上がってるんですね、うん、ノーマルと同じ以上にストロークを出すためにこうフロントが盛り上がってるんですね。バーマント、はい、結構考えられてます。ほう、どこの足ですかこれ。 KW の弟分の ST っていうブランド、はい、ああはいはいはい、はい、音ノーマルです。ノーマルプラスアルファです。音大人な、うん、大人な音だよ、はいはい、ね、車検対応です、うん、大人な音でいいよ。スロットルはちょっといじってるんで、うん、通常のノーマルは、うん、踏んでいくとめちゃくちゃ今回レスポンスいいんですけどノーマル、うん、ただやっぱそこに行くとほんのちょっとがちょっとないとこがあるんですよ。あ、そう。それを今回あのだいぶあのテストして、うん、だからあのトルク感がちょっと増えた感じがあります。あ、そう、はい、つまりあのワイヤーでスロットル開いてるのとなるべく同じようにしたいってことですよね。基本そうですね、うん、運転手が踏んでる分もどんどん開けたいってことですね。そう、だからまあ、こういうワインディングとか来てこう踏んじゃうとあんまほとんど変わらないんですけど、うん、例えば高速道路とか2000回転ぐらいで移動するじゃないですか、うん、ああいう時のほんのちょっとのスロットルところがめちゃくちゃトルクが出るんで、うん、そう、はい、すごくそれは数字には出たの？これはね、数字には出せないんですよ。出せないの？数字には出ない。だけどさ、展開じゃないんで。俺のあの GT86 は、はい、数字に出たじゃん。あれはヒューズとあれなんで、うん、バッテリーなんで、うん、あれはこう数字に出るんですけど、スロコンは数字には出ないんですよ。あ、そう、はい、どっちかというと感覚なんだ。フィーリングですね。はあ、むしろピークのとこじゃないもんね。そう、ピークは変わらないんで、そこに行くほんのちょっと。トヨタ自動車が、とかスバルさんが、うん、あの普段使いでなんかラフなスレワークしてもこうバタつかないようにぼやかしてるところをもうちょっとシャープにするってことでしょ。そうなんですよね。だからスロットルのグラフで言うとノーマルがほんのちょっと最初がなくてそこからギュッと立ち上がるんですけど、うんうん、スバルは逆にそれが全然ないんですよ、うんうん、で上は同じになるんですけど、うん、そのほんのちょっとの最初のところだけこう上げてるだけなんで、うん、だから街中とか高速道路のフィーリングがすごいです。はあ、これはね、うちのもう看板商品なんです。ああ、そう、何にも運転に無頓着なただのズブズブのド素人には向かないかもしれない、うん、なんかちょっとアクセルワークがガサツな人だったら、はいはいはい、むしろ暴れさせちゃうかもしれない、ね、でもね、大概の人はなんかすごくいいってもうその辺つけてその辺走るだけで、うん、わ全然変わったみたいな、うん、そう、逆に普段使うところなんで、うん、分かりやすいんだと思って、うん、はい、うん、というわけでございます。はい、さあ、それではヴィンテージタイム、はい、ね、昭和27年
42年。42年。昭和27年はさすがにヴィンテージのティアタンでも生まれてないですよね。ティアタンは31年ですか。31年ですね。昭和31年ってもうすごいですね。宇宙戦艦ヤマトの頃ですね。軍用車両。じゃあ谷口のヨタ8から行ってみたいと思います。はい、はい。